桜井和一7月11日から1986年1月12日は日本のドイツ語学者。長野県南作群岩の村生まれ。教え子であった三島由紀夫は恩師の桜井和一について来名と驚くとても怖い先生で、いつも血色よろしく、声量豊か、小兵の体育にエネルギーが充満していて、 生徒たちからは、桜の音をドイツ語読みにした、ザクという、いかにも、文化で砂利を踏みに実てゆくような音感のあだ名で、呼ばれていたと語っている。こういう怖い先生に怒鳴られつけていて、何かの加減で褒められた記憶というものは忘れがたい、もので、でダスマドケインフォントレッピーという小説のテキストを、いきなり与えられ、予習なしにいきなり読まされて、なんとか、その一節を訳してゆくと、 ふむ、ふむという愛の手を入れて、苦笑いみたいな笑い方をして、檻の中の猛獣みたいに教室の中を歩いている、先生の様子が、まずまずご機嫌の体で、ほっとしたことがあった。桜井先生は、教室で怖いばかりでなく、教室外でも、学生課長で、恐怖的であり、ちらつき出した雪の中を、頭から街灯をかぶって歩いていると、後ろからいきなり怒鳴られて、 慌てて逃げたこともある。三島由紀をドイツ語の思い出しかしその一面、膝を突き合わせて話すと、妙に照れ性で、話題に乏しく、なんとか柔らかい。ひどいつ語的な話題を選んだのか、体を丈夫にする秘訣を教えられ、懐かしく思い出される先生だと10回し、今になって思うと、苦しさ辛さの記憶は、薄らいで、少なくとも文法だけは、 桜井式恐怖的指導法で詰め込まれるのが一等ためになるのではないかという意見を私は持っていると三島は述べている。ありがとうございます。